今、高校生を対象とした自撮り被害が増大しています。自撮り被害とは、騙されたり脅されたりして自分の裸の画像等を撮影させられ、メール等で送らされる被害のことです。その一例を見てみましょう。はじめまして。はじめまして、ゆいです。ゆいちゃんっていうのかな。よろしく。学校はどこに通っているの？丸高校です。俺、最近悲しいことがあってさ、ゆいちゃんに慰めてもらいたいんだよね。慰めますよ。どうしたらいいですか？もしよかったら、ゆいちゃんの胸の写真を送ってくれない？ええ、嫌ですよ。絶対誰にも見せないから、見れば元気になると思うんだ。絶対に人に見せないでくださいよ。写真ありがとう。元気になったよ。で、次は裸の写真を送れよ。送らないと写真ばらまくぞ。え？何が問題だったでしょうか。知らない人に裸の写真を送らない。写真が流出すると消すのは困難。その写真は一生残ります。その画像、家族に見せれますか？皆さんも被害に遭わないようにしましょう。